ラグビーユニオンにおいて、フィールドプレイヤー15人にはそれぞれ決まったポジションが与えられており、フォワード8人とバックス7人に大きく分けられている。ポジションは大きく、フォワードとバックスに分かれており、それぞれ次のように呼ばれる。フォワードの8人でスクラムを構成する。なお、各ポジションの呼び方は国によって異なることがある。近年、 世界各国での競技人口が増えるとともに、競争も激化し、戦術が多様化するにおいて、それぞれのポジションの役割も多様化してきている。トップレベルにおいては、各ポジションにおいて、より多くの役割をこなすことが要求され、高校、大学レベルにもそれは波及し始めている。フォワードとは、1番から8番までの8人の選手のこと。 またフォワードは試合中にスクラムを組むメンバーでもある。スクラムを組む際の位置取りでフロントロー、セカンドロー、バックローに大きく分けられる。そして与えられた役割に従ってさらに細かくプロップ、フッカー、ロック、フランカー、ナンバー8というポジションに分けられる。試合ではボールを獲得することが一番の役割で敵チームと激しくボールを奪い合うために 相手選手に競り負けたり、当たり負けしたりしないよう、身長や体重など、体格的に優れ、屈強な肉体の、パワーのある選手がこのポジションを占めている。しかし、最近では、選手が、オールラウンダー化する、世界的流れの中で、バックスのように走力も求められるようになっている。運動量を増す。現代のラグビーでは、PR4LO のタイト5の運動量が勝負の、 カギとまで言われる。スクラムを組む際に最前列に位置するため、PR4 の3名をフロントローと称する。スクラムを組む際に2列目に位置するため、このポジションをセカンドローと称する。スクラムを組む際に最高列に位置していたため、フロリダの8の3名をバックローもしくはサードローと称する。現在は口実の通りフロリダが2列目の両翼に、 上がるように変化しているが、故障自体は、旧来から変化していない。相手フォワードと、直接組み合う、最前線のフロントローは、プロップ二人とそれを間で繋ぐ、フッカー一人の、計三人、二列目のセカンドローは、その三人をすぐ後ろでサポートするロック二人、そしてもともと三列目のフランカー二人が、それぞれ二列目のロックの外側のほぼ真横に上がり、 ナンバー8一人が最高峰に位置するようになっている。詳細はスクラムを参照。バックスとはフォワード以外のスクラムハーフ、スタンドオフ、センタースリークオーターバック、ウィングスリークオーターバック、フルバックの7人のプレイヤーの総称で9番から15番までの選手のこと。その中でも9番と10番の選手をハーフバックスもしくはハーフバック団と呼び、 11番から14番までの選手はスリークォーターバックス、そして15番はフルバックという。また、スタンドオフとセンターをフロント3ウイングとフルバックをバック3と呼ぶこともある。バックスはフォワードが獲得したボールを前に進め、最終的に得点につなげるのが役割。体格的にはフォワードに劣るが足が速くパスや キックなどのテクニックに優れた選手が多い。守備ではタックルで相手の攻撃を防ぐ。スクラムハーフとスタンドオフはポジションを8分割した時4、8列目と5、8列目に来るため合わせてハーフバックスと呼ばれる。国によってはスタンドオフを5エースと分けて呼び、スクラムハーフのみをハーフバックと呼ぶこともある。ポジションを8分割した時に6、 8イコール3、4に位置するため、11番から14番までの4人を3クォーターバックスと呼ぶ。国によっては、最も前方の12番をセカンドファイブエースと分けて呼ぶ場合もある。全体の最後尾に位置するポジションであるため、15番をフルバックと呼称する。ありがとうございます。